ストレートエニアグラム二等兵の友人です。T 隊長です。隊長でございます、はい、ちょっとあのエニアグラムのタイプ4の話を本で読んでるときに、ちょっと持ってきていいですか、パソコン、はい、すいません、はいはい、エニアグラム職場で生かす9つの性格という本の中で、タイプ4の章を見てたんですね、そのところ、今、ここをしっかりと生きる、そして現在手がけていることに集中しなければならない、持っていないもの、持っていないものに憧れ出したら、それと同じ分だけ今自分が実際に手にしているもののことを考えるべきだと、っていうのがそのタイプ4のアドバイスとして載ってたんですね。要は自分があるものを持っているのに他のものに憧れ始める時は理想の世界があるってことですね、はい、タイプ4は、はい、ではこれ理想じゃない夢見がちなんですよって思い始めた時に、いや今あなたが見ているもの、持っているもののことをちゃんと考えるべきだ、ってことが書いてあって、あ、これが今ここなのかってちょっと思ったんですね、あ、確かに例えばタイプ6だと思ってるんですけど、タイプ6だとしたら、あれこれでいいんだっけ、ちゃんと他のやつちゃんと調べ、あ、他の選択肢も調べなきゃみたいなことをやりだしたり、まあタイプ7もその4みたいにね、そのもっといいものがあるんじゃないみたいな、っていうことをやりだした時に、要は今ここにない、今ここじゃないよ、でエニアグラムよくワードとして今ここを大切にしましょうみたいなのが出るんですけど、なんかじゃあ鳥のさえずりを聞いてね、僕もちょっとこれを知ってから意識し始めたんですよ朝で、あ、鳥が鳴いている、でだからなんだとこれどうすればいいんだと、どう考えればいいんだっけこれで、って思っちゃったんですよね、多分そういうことを考えるのをやめましょうだと思うんですよね正しいとかじゃないんですね、正しいとかあれが正しい、これが正しいじゃないんですね、なんかそのタイプ4だったら、そういう今みたいなことを多分頭の中でずっと思ってる、タイプ6でもタイプ7でもそういうことを思ってるわけじゃないですか、はい、あれでいいのかなこれでいいのかなとか、はいはい、タイプ7だったらあれが欲しいとかこれが欲しいとか、はい、そういったところを一旦手放しましょうっていうのが多分ファクトフルネス、今あるものを、にちゃんと整体するというか、あ、なんか今の状態を、心落ち着けましょうみたいな、なるほど、ところですよね多分。ファクトフルネスは、そのいいこととしてよく挙げられるものなんですか。あ、もう僕もファクトフルネスこの間初めてじゃない、名前は、ワードは何回か聞いたことありますね、聞いたことありますけど、調べたのはこの間初めて調べて、僕がこの間見たのがすぐ見つからないんであれですけど、はい、見たやつでいくと、はい、その状態が絶対正しいってわけではなくて、はい、そういう時間が必要ですよっていう、要は頭の中でガーって思考してる状態ってストレスがかかってきて良くないっていうか、あ、傷つけてる、そう、自分にもストレスかかってくるし疲れるし集中できないしみたいなところがあるので、たまにはそういうリフレッシュ、リセットする時間が必要ですよ。確かに仕事もこれをやりながら他のことを考えてる、ちゃんとこっちのことをやればっていう話ですね。そう、こう集中力みたいな、こう雑念がいっぱいあるから、なんかやりながらでもいろんなこと考えてるじゃないですか、はい、そういったものがこうクリアになれば、こう集中してやれたりとか、あ、より本来の自分を、そこの問題にパフォーマンスが上がる、それはだとするとエニアグラムは、あの悩める現代人、偉そうにすいません、悩める人たちにこそ知るべきで、要はそれは自分が考えてやってると思ってるっていうことは実は囚われ、要はその防衛本能で勝手に頭がやってるだけで、実は全然考えてるわけじゃない、そう、なんか無意識にそうやってるだけ、しそういう価値観みたいなのがこう植え付けられてるというか、はい、っていう意味だとエニアグラムって、その
自分がなんでこうやって考えるのか、僕だとそのついつい漠然とした不安を、になってズーンってなるんですけど、これも一個ずつ分けて考えて、そのむしろ考えずに今ある出来事に取り組むと、この悩みって別に後でちゃんとやっていけばいいだけの話で、でその例えば漠然とした悩みって、はい、あんまりこう悩んでる意味ないじゃないですか。ないないじゃないですかない、起きてもないことに不安に感じてるだけなんで、その状態ってこう多分ストレスかかってると思うんですよね。そうですね、でそれを手放すことできたら素晴らしい、あっていう意味だと手放すために鳥の鳴き声っていうのは、あ鳥が鳴いている鳴いているってそこがいいとか悪いとかじゃなくて、あ泣いてるねっていうことですね。っていう、こう余計なこと考えないようにしましょうみたいな。それだとすごいストンと落ちるのが確かにそうですね。っていうふうに、まあ、僕は捉えてるってだけなんで。聞いてるから、だからなんだ、俺は悩むのに忙しいんだっていうのはそうそうそう、確かになんか無駄に悩もうとしてますね。無駄に悩もうとしてるじゃないですか。だからなんだみたいな。で、まあそれが難しいっていうのはあると思うんですよ。ちょっと気を抜くとそういうことを考えてしまうので、多分それ6だけじゃなくて、まあ、いろんなタイプで、そういろんなタイプで多分そういう時に考えることっていうのが違うんだろうけど、でもこう頭の中に何にもない人は、まあ、多分いないだろうなっていう。あとこれは、エニアグラムを特に知らない、今まだどういうタイトルをつければエニアグラムを知らない人がここに見てもらえるのか、悩みがある人見てくださいですかね。悩みがある人、悩み、まあ悩みみんなありますよね。で多分エニアグラム的にいくと悩みの種類がいろいろタイプによって違う。あ、そうですね、6だったら不安みたいな、全てが不安、要は自分を抱えている問題が全てそのいろんな可能性を考えて、が主には悪い可能性を考えることが多いんです、でここまでひどいことを考えておけば、向かった時にこのぐらいで済めばいいじゃないですか、だからすっごい悪いことを考えているので基本やっぱ不安なんですよ、で悪いことを考えてさらに悪くなったりするわけじゃないですか。そうですね、囚われに落ちていくみたいなと、でその会社に行けなくなったりとか、そういうことですよね、でそれがこうタイプによって、多分タイプ3だったらいかに成功しようかばっかりずっと考えてたりするんです。あいつをどう言いくるめてみたいな、言いくるめてあいつからこう、まあ、契約どうやって取ってくるかとか、っていうことばっかり多分ずっと考えてると、多分それはそれでストレスかかってくるし、こう気が休まる暇もないみたいな。このエニアグラム入門という本で、その各タイプには、それぞれ各性格で、葛藤を避ける、例えばタイプ1は自分の怒りを避けようとする、タイプ2は自分が必要であるっていうことを認めない、私は何も必要としていない、だから人を助ける、でタイプ3の人は失敗しない、失敗を避けようとする、タイプ4の人は平凡っていうことを嫌おうとする、タイプ5は空虚、虚しさから逃げたい、タイプ6は逸脱を嫌う、タイプ7は苦しみを避ける、タイプ8は自分が弱いっていうことを認めない、でタイプ9は葛藤を避ける、要は各タイプごとでいろいろその避けようとしているものがあると、でもそれはその自分が勝手に作った囚われであって、囚われちゃんと別に向き合えば全然解決できること、でそこから逃げようとして勝手にその防衛本能でそこから逃げようとしているよっていうのがエニアグラムが教えてくれること、で多分ファクトフルネス的にいくと、みんなそれぞれのタイプがそういうことをずっと考えてるんですよ。あ、そうですね。普段、そうですね。で、それがこう雑念みたいな感じで頭の中ずっと巡ってて、いかに失敗しないかとか、いかに平凡でないようにするかっていうのを常に考えてる。こう葛藤を避けるかとか、怒りがどうのかとか、っていうのをこうずっと考えてる。で、それをこうフラットにこう、そういうことを考えないようにする時間が必要みたいな。で、このエニアグラムを知ると。あ、人にはそういうことがあるっていうことが分かるので、そのすごい難しいんですけど、そのファクトフルネスが言ってることって、本当鳥が鳴いてるだからなんだになっちゃうんですけど、知ってると、あ、そうそう、
違う違うっていうことになる、うん、はい、だから鳥が鳴いてるだけ聞くとだからなったらなるじゃないですかなっただからでもこういう、まあ、自分には不安があってそこを手放すのが、まあ、例えば鳥の鳴き声を聞く、はい、聞いて、まあ、こう手放していくみたいなっていうのを知るだけでもいいのかな、はい、そうすると、まあ、確かに頭はすっきりするかもしれません、うんうん、で無駄な悩みがなくなる、うん、だからなんだって来たら違う違うってで特に今その問題って感じていることも、うんうんうん、そのタイプごとによって捉え方でね、うんうん、あ、そうそうそう、勝手に問題と思ってる、うんうんうん、っていうことなので、うん、確かにその、うん、今持ってるものにちゃんと関心を向けるっていうのは大事かなって、うんうん、ここ始める前までは、うん、鳥が鳴いてるだからなんだよって感じですけど今こうやって話を聞くと確かにねちょっと納得した自分がいます、うんうん、はい、まあね、知らずに聞くと僕でもなんだよって鳥の聞いてこれどうしたらいいんだろうって思いますよね。なりますよ、はい、うん、ただあの皆さんそれぞれ人には防衛本能があって、うん、それで考えてると、うん、その自分が考えてるっていうことじゃなくて、うん、反応してるだけなので、うん、それを手放すことで結構その、うん、知るだけでもで、まあ、手放せるものですよっていう、はい、はい、その通りで自分のその後はエニアグラムを知ることで、うん、自分の今度はこの防衛反応をうまく使うことで仕事とかに生かすことができるよっていう、うん、自分自身の成長にも使えるし、はい、人との関わりにも使えるし、はい、なんでこれからは、うん、まあ、どうこの自分の性格を人との関わり、うん、付き合い方、成長の仕方に生かせるかも発表できればなと、うん、まあ、恋愛編とか今ちょっと恋愛編やってますけども、うん、まあ、そういう口説くにはどうしたらいいかとか、はい、まあ、いろいろ使えると思います、はい、なんで、はい、エニアグラム知らない人も、うん、まあ、これを機会に、うん、機会に、まあ、いろいろ動画上がってるんで、はい、興味のある人はこの動画を見ていただければそうです、ね、はいはい、おすすめでございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。